おひしばは、稲かおひしば族の植物である。ひなたに生える、それほど背の高くない一年生草本で、道端でもよく見かける雑草である。和名は、おすひしばの意味で、ひなたに出る芝であるが、めひしばに比べて、たくましいことからの命名とのこと。おいじわとも表記する。別名を力草といい、茎が丈夫で、引きちぎるのに力がいることからの名であるよしだが、 同じ稲荷の力芝と混同しやすい。地下茎や、匍匐枝はなく、株立ちになる。草丈は15から60センチメートル。茎の基部に葉が集まり、幼少が茎を包んで折り重なっている。幼少は2つ折りになっており、それが重なっている茎も左右から扁平になっている。葉は扁平で細長く、ほぼ水平方向にまっすぐに出る。緑色で、質は柔らかく。 つやがない。過剰は夏以降に出て、ほぼ立ち上がり、先端に2から7個の帆をつける。帆はほぼ同じ位置から出て、放射状に斜め上に出る。こぼはその軸の元に密着して、左右に1列ずつつくが、幅が広いので、上から見ると、軸の両側にこぼがはみ出している。こぼは、左右から扁平で、輪片は2つ折りになって重なり合っている。棒はない。 一つのコボに小花を数個含む。日本では本州以南に生育し、世界の団体から熱帯に広く分布する。世界の熱帯に同族が数種あるが、日本には本種の実が自生する。ただし、栽培植物としては、四国ビエイ、コーラカーナガートンがある。形は似ているがはるかに大きく、穂は幅広い。かつては南日本のあちこちで栽培されたが、 現在は見ることは、まずない。この種は、以前には、おひしわの栽培品と考えられたこともあるが、現在では、別種が起源であると見られている。やや似たものはあるが、大抵ははるかに細い。ありがとうございます。